皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もブレアウィッチ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、このブラックヒルズの森に足を踏み入れたところでね、なんか軸を変えられる不思議なハンディカムを入手しました。で前回ボールを取ってそっちらしいんだけど、こっち、またこっち、バレットこっち、あとおやつ、これちょっと待ってね、おやつあげられるかな。おやつ、おやつを食べる。あ、そうそうそう、あげるんだよ。そう、食べさせる。よし、で残り2個。あとね、そうこっちね、本坂の割とね探索要素ありますね。メインの道から外れてこういった道を探索できるの。ただまあ基本的にループするんだけど、ここなんだ、これ残壕、防空壕。で、南京錠。これはわからんな。どっかにヒントないか、これ。スイッチ動かす。これそうね、わからんね。そこのこの水はこれ関係ない？関係ないか。これ今んとこわかんない。多分先行って戻るのか。ね、他ないもんね、ヒント。で、それと、あとね、バックパック。財布があったの、自分の。革財布。で、これで、これですね。あなたの運勢。重大な過ちを犯しました。もう後戻りはできません。でも忘れないでください。腹水盆に帰らずです。新しい環境を受け入れ、変化の風に乗りましょう。あなたが置かれた状況を理解するためには、深淵の奥深くを覗く必要があります。こうすることによってのみ全体像が明らかになることでしょう。で、アドバイス、予期せぬ再開に備えておきましょう。で、最後、あなたのラッキーナンバー、475285。これ多分変化してんな。前に見た時違ったはず、なんか4桁だった。これ不思議だな。一応覚えとこう。で、ワンちゃん。行くでいい。こっち。ここもね、暗いんだよな。暗いんだ。部屋を真っ暗にしてるという朝なんだけど、部屋真っ暗にしてカーテン閉め切ってやってるというね、危ない人です。癒されるけど、ベヨネッタおらんかおい。魔女だろ。で、ここあれだ。あっちが車だった、確か。で、どっち行く？そっち。あ、でもね、これさっきループしたはず、こっち。今違うのかな？あの、ボール見つけて、どうしたどうした？うん、どこ行った？どこ行った？おい。You sure this is the right way, buddy? これ今回は？ループは、あ、ループしてるほら。ね。車のところ。Are we walking in circles, bullet? そうなんだよ。これがその魔女の力。出さんぞと。いや、これされたらね、どうしようもないんだよな、マジで。あ、で、ほら、見えなくなるし。ボレット Where are you, buddy? そっち、どこだ。 Come on, boy. Don't make me chase you. あ、またこれ病気かな。ボレット、Where are you?どこだ？あ、今なんかカクッとなってね。多分ワープした。おい。地味に不安になる、これ。あ、よし。合流した。これで。おお、なんすか、なんすか。何かがいる。どうする？え、これ勝てなくない？で、ここでチュートリアル。バレットの行動に注意しましょう。彼の唸り声は闇に潜む危険を警告してくれます。戦いの際はバレットをそばに置いておきましょう。
敵を見つけるのを助けてくれますが、一匹で放っておくと危険です。敵がいるんか。これは映画にはいなかった。魔女だけだったのに。どうするの、バレットちゃん。これどこ行くの。これさ、会話ができないってのは本当に絶妙なんだよな。犬だから。あ、これ何、またテープか。なんだこれ。奴らが見えてる。明かりが連中を遠ざける。これ巻き戻して使っていける。ちょっと待ってね。いやでもおっさん歩いてるだけなんだよね。これ特にオブジェクトに変化ないかな。明かりですね。まあ、とりあえずここら辺でとりあえず止めて、よし、中断し、明かりが頼りか。行こうかね。そう、このループするっていうね、ひたすら歩いて戻ってくる。これ怖いんだよね。クリエイターさんはわかるはず。作業が巻き戻るあの恐怖。絵描きさんとかね。待て、ほら。どっち？そっち？これライトで殺すのか、要は。あ、そこにいた。次、どっちだ？待て。そっちらしい。どこ？あ、そこにいた。なんでこいつ。結構近くに来たな。もういない？あれ何？接近されると死ぬってこと？地味怖いね。なんだあいつ。魔女の使いかな？あれはゲーム中のオリジナルキャラ。あ、これ見たぞ。前回のビデオ。倒木だ。そう。よしよし。待て。静かにして、怖いから。で、アイテム、写真とかないかな、どっかに。これ、探索したいんだけど、そっち行くの怖いだろ、さすがに。行くの？あれ、バレットじゃないの、あれ。あ、違うか。おや？いや、今のバレットか、もしかして。ん？どこ行った？パーッと行っちゃったな。多分さっきのバレットでしょ。なんか鹿かと思ったけど。どこだ？鳴き声がしねえ。いや、ここで敵来たら詰むぞ、これ。何？そっちらしい。どこ？結構遠く行ったな。ここら辺アイテム。多分あるとしてもどっかに写真かな。もしかドキュメント。これ何、パーって言っちゃったの。あ、次後ろ。なんだこれ。あ、よし、そうで、なんか持ってきた。いや、持ってきてねんか。いくで、そっちっていうふうに言ってた、多分ね。なんかあるらしい。埋まってんのかな？行ってみよう。ここら辺？あ、洞窟か。いや、違うな。これ抜けて。ただ、多分ワープしたと思う。ここ前回のか、これ。あ、ですね。これ前回のだ。こう繋がった。あ、ですね。じゃあちょっと待ってね。戻ってそっち。こう戻って、そう。あれうまいね。マッパの繋がるんだ、角っていう風に。ワープして。さっき若干繋ぎ目見えた。んで、ここで、
ビデオを使って、で、テープ。これがですね、これじゃないんだ。これではなくて、ちょっと待ってね。手がかり、パンクズの道、危険。これかな？あ、パンクズだ。パンクズの前半。そう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 。ここの、ここですね。よし。これで、どうだ。ここで止める。ちょい先。そう。で、どう？よし、開通した。おしよし。ワンちゃん、とりあえず、褒めようか。撫でよう。よし。褒めた。で、懐中電灯しまな。命の懐中電灯。これ使っていく。さあ、セーブが入る。あ、で、これ鉄道か。電車の。ほら、線路がある。Yeah, why wouldn't it be? Anyway, I'm nearby, so just wait for me there, okay? Yeah, just don't take too long. Well, it's not the obvious choice. Let's go back, Bullet. Ah, つまりこれこっちダメか。さっきの白い木ね、戻っていく。なんだけど、絶対そんな簡単に合流できるはずがない。この森は。で、戻りのルートがね、これわかんねえんだよな。多分そっちだよね、さっきの。あの敵が地味怖い。そっち。あとね、そう、本作、オープニングなんだけど、少年ね、2人いたんですよね。あれがすごい気になってて、ピーターだけじゃないのか、もしかして。まあ、多分そこら辺、ラスティンパー事件に繋がってくるのかな。2人1組で連れてこられて、で、殺されるっていう。1人が壁の方を向かされて、で、その間にもう1人殺されるっていう、そういう事件。で、7人死んだのかな。で、最後の最後の1人が生き残った。逃げ延びた。さあ、どうかな、白い木。戻ってきたけども、Ellis to base. Lanning, where are you? Still under the tree. What, but... So am I. What? Are we talking about the same tree? White, leafless, black vines all over? Yeah, that's the one. Well, look, this doesn't make sense. All of this. It's just ridiculous. God damn it, Ellis. It was a mistake letting you come here.You wanted to redeem yourself, I get it. And I wanted to help, but this is too much for you. You're not thinking straight. Hey, don't talk to me like I'm crazy! Well, what do you want me to say, Ellis? That it's all fine and dandy? Because I sure as hell tried that, and it didn't work. Screw you, Emmett. I don't need your help. No, it's you who needs me. Now, I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid. Emmett!You there? Emmett. God damn it. いや、ここで暴走まずいって、してくまわれ。どうした？なに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 ？何の音？何の音？何の音ですか、これ？あ、多分敵ですね。どこだ？どっち？あ、いた。次、そっちっぽい。よし。木の影か。なるほどね。そっち。よし。どうか。いや、まだいる。あっちだし、よし。だいぶ慣れてきた。で、なんでメール来んだよ、ここ。電波すげえ来んだよな。携帯にして、県外。
健康入門。何これ。11時44分、動いてる方が当たっているよりずっといい。動いていないと死ぬ確率は 99% も高いんだ。歩き始めた方がいい。なんかのメルマガか。でもこれどうする？行くとこなくない？となるとどうするってワンちゃん。どうしようね。困ったね。なんかないかな。ね、反応がない。うわ、そこの奥行きたいんだけどヒントないもんな。そう、こっちね。ここ行けないっしょ。ヒントっぽいもの、ないもんね。これわからんもんな、さすがに。さあ、どうする。どっかにヒントがあるはず。ちょっと爆走して探すか。となったら、ヒント。何かを見逃してる？車の中。いや、車ないもんね。これ困ったな。さすがにうつうつとしてくる。どうしよう、健康にも。車。Wait. あれ、これなんか車近くない？そう、さっきと。Blaney's car. But Howie, it was a complete wreck just a moment ago.これやっぱ軸がねじ曲がってんのか。と、メモ。チャンネル3。ステーズライト。Come in, Emmett. I know you're there. I just found your car. Come on, Emmett. Talk to me. Fuck. 見てみよう。光にとどまれ。あ、これステーじゃないか。なんて書いてある？チャンネル3、明かりといえ。ステーズライトか。合言葉？明かりといえ。Locked, of course. となると他のところ。Say the light. Say the light. なんだろうね。明かりといえ。合言葉なのか違うのか。Say the light. I could try the walkie. やってみよう、トランシーバー。ここでチャンネル3。The light? Turn on the lights. What? The headlights, turn them on. Why? Who is this? Hello? Yeah, why the hell not? 今の一体誰だろう？なんかの自分っぽくなかった声が。どうした？ Hey, who? Where'd you find him?Like、it matters. No, good job, buddy. よし、車の鍵。これを使って、こう開けて、一応褒めよう。ワンちゃん。褒めるよ。ほい。よしよし。いい子、いい子。Good boy. 鍵見つけてくると。あ、かわいいね。よし。で、ライト。これで。Stay here, boy.とドキュメント。ヒューズパネル。ヒューズパネルはハンドルの下にあります。可能性のある問題を特定するには以下を確認してください。で、空洞が1から10番。ディフューズ10、15、20と説明ね。点火コイル、ハンドル回転センサー。一旦ちょっと待ってね。どうつっかな。No battery. バッテリーがない。I should take a look under the hood. No battery. ボンネットの下。これはもういいかな。いや、Another missing person. 別のか。別の行方不明者。見てみよう。2000年8月18日。17時55分。アダム・ブラウンからトドマ機能が失踪したとウィルソン警官に通報があった。
ブラウンの証言によると、牧野は彼に木材を提供する仕事をしていたが、約2週間前に突然辞めた。ブラウンは牧野とどのような手段でも連絡を取ることができなかった。で、次18時30分。初期捜査では何の成果も上げられなかった牧野は自宅では見つからなかった。牧野には基地の精神的な健康問題はないとされる。現在検討されている過失は故意の失踪である。で、一番最後。20時15分。牧野の近隣住民は、牧野がブラックヒルズの森にあるタッピーイーストクリーク木材会社の今は使われていない製材所を頻繁に訪れていたと言っている。で、署名、サラビルスの捜査官。で、これ日付2000年か。未来のドキュメント。そこについてのコメントないんか、お前は。2000年とか言わないの？で、ボンネットの下。待ってね、ワンちゃんそこに行って、警備をさせて、よし。さあどうかな。多分復活したかな。で、あ、これか。ヒューズが飛んでる。選択して操作する。こういう感じね。1番15。で、2番10アンプ。3番15、これがない。で、4番10、合ってるね。で、5番、これ飛んでんのか。なんか、焼き切れてる。で、6番20、7番20。ただもう焼けちゃってる。で、8、15。20の25。となるとね、ヒューズか。Greetings, my beloved listeners! I'm so glad you could join me on this very special night. Do you know what time it is? That's right! It's time for our annual trivia challenge! Today's question is... What have you done, Alice? Oh, looks like we have a winner! It's someone who knows the answer all too well! Congratulations!Your prize is on its way. Good night. 今の放送は？で、電波。これで、ちょ待ってね。またメール来た。賞金、11時54分。What the? あ、これでか。2番目、1番目、1番目、3番目。よし。これでヒューズね。行こうか、じゃあ。よしよし、だんだん繋がってきた。いやー、ただこれやっぱ不気味ね。なんか森というシンプルな素材。これは本当に不気味なんだよな。しかも今これ11時でしょ？お昼なんだよな。11時54分。お昼なんだけど、この暗さ。ここ敵いない、大丈夫？英語の3作目のブラウィッチ、あれでそう、魔女がね、広い石で飛ばすんですよ。朝と昼を飛ばして、もうずっと夜にしてるっていう、そういうシーンがあった。言葉で説明はされないんだけど、一瞬でなんていうの、光がね、ぐわーってなって、夜が夜になるっていう。おし。で、この、さあ、ここは一人。2113ね。よし。で、資材置き場。よしよし。広くはない。これ何これ。待って、インタラクト。ちょ待ってね。こう。いや、インタラクトができない。まずこれ、ドキュメント。ああ、でもこれ、だいぶ古いね。しかも誰が書いたかわかんない。奴らあまりに長い間ここにいたせいで、自分がかつて何であったかも思い出せないんだ。かろうじて意識があり、かろうじて生きている。奴らの間を歩くことは可能だ。気づきもしないだろう。
何も聞こえないんだ。ほとんど目も見えない。近づきすぎれば動きによって注意を引いてしまうことはあるが、刺激するものは光だけだ。光は奴らに痛みを与える。そっとしておけば奴らは注意を払わない。だが危害を加えられれば相手を仕留めるまで止まらないだろう。俺は気にしないけどな。俺の苦しみを共有させるだけだ。あの連中かな、さっきの。歩いて縫っていくことは可能。素通りできるんだ。でもできるかな。あとやっぱこれね、戦時中のあれか、砲弾がある。これもか。USA。米軍のね。で、ヒューズなんだけど、あ、ここら辺。おい、ヒューズ。これじゃないの？インタラクトできないんだけど。これどうなってる？ちょっと待ってね。これどうなってんの？インタラクトができんぞ。あ、これできないっぽいな。マジか。ここなんかヒントあったっけ？他に何にもないよね。見落としてないもんな。となったら一回出るか。出てどうするこれ。開いたけど。開いたけどって話じゃない？5と7。7番にあれか、もしかして。こうしようってことで、あ、昼になった。よし、ヘッドライトか、今の。あれで OK っぽい。よし。で、これで、再びあの、僕をあっちに行く。Now I'm really losing it this time, aren't I?Yeah, my thoughts exactly. あとすいません、地形がこれ変わってるわ。ほら、これも困ったな。どっち行く？あ、そっち行っちゃう。ちょっと待ってね。となるとこっち側、こっち、これ何？あ、これ行き止まりか。行けませんとですね。つまり行ったか。こっち。じゃあの何、防空壕どうすんのあれ。多分後に行くのかな。あのドキュメントね、要はヒント、あれ見て終わり。あ、メール来た。よーし。ただ圏外じゃない？いや、電波通じてる。ジェス24分。ねえ、あなたのボイスメールが次々に来るんだけど。あなたは私を避けているの？それともまだ森を駆け回ってるの？とにかく電話しようと。はあ、どうしたかよくわからないわ。最近私たちのことについてよく考えているの。24分。とにかく電話しようと。これも一緒か。都合のいい時に電話して。じゃあここで電話かな。で、ジェス。Jess, isn't it a bit early for you? No. Why would it be? You don't want to talk? No. It's good to hear your voice. Listen, I'm sorry about before. Seems all I do is apologize, and then I say something stupid again. Yeah, and I keep coming back for more.Guess I'm a glutton for punishment. It's like we're trapped in a never-ending cycle of bullshit. A perpetual bullshit machine. They should hook us up to the grid. We could probably power up a small city. Hey, as long as we're getting paid. We were good for a while, weren't we? Yeah, I guess we were. So, what happened?Life happened. Yeah. Mine more than yours. Hey, don't beat yourself up. You got a job to do, remember? Yeah. I better get to it. I'll call you later, okay? I'll hold you to it. よし。と、10位。これ電話できるの？10位。あとお医者さん。やってみようか。10位。多分留守電かな。
Ellis Veterinary Clinic, Dr. Ellis speaking. How can I help you? Hi, it's me, Ellis. Ellis, my boy. I did not expect to hear from you so soon. Is Bullet okay? Is ear acting up again? No, it's fine. I just, you know what? It's nothing. Sorry to bother you. ここ一応電波来るんだね。電波とがんのか。と、お医者さん。通話中か。で、最後、さすがにピザの宅配。これ無理でしょうね。ドニーズピザ。かけろよ、おい。かかんないか。よし。もうちょい先行って終わりかな、今日は。どうかな、どこに。ちょっと、ね、そっち。そっちなんだけど、こっちも行けんだな。そう。あ、でも一緒かな。こう下って。川か。ここに大丈夫？God, it's freezing. It's better be worth it. よし、ここら辺写真ないね。あとね、映画のブレアウィッチ、なんかね、変な生命体いたんだよね。こういった壁の石だったっけ？あれで石を切っちゃって、中でね、変な虫が成長するっていう。紐状の虫？あれも結構グロかったな。で、再び2択。これね、こっちもこれ気になるよね。あ、いけるんだ。くぐっていける。で、ここに、よし、写真あった。よし。ね、これ読めない。何？なんとかバラ。バーバラかな。この1枚だけ。さあ、隣もこっち。で、ここ一択ね。こっちは潰されてる。いいね。この静かに怖い感じ。あ、で、中間セーブ。よーし。どうした？さらに、足跡。一人が裸足。二人組、男と少年なのか。いや、でもね、足結構大きいね。スモーカー、huh? Well, if I don't get you, they sure will. ダスティンライト。一応持っとこう。近くにいるのか、人の気配。What is it, Bullet? What'd you find?All right, good boy, good boy. Now move aside. Shh, it's okay, buddy. I don't like it either. Just let me take a look and we'll be on. Jesus Christ! Fuck! Can't be, eh? Damn it! We were just...I don't understand. Emmett. Oh god. Fuck. Lanning. Oh god. Okay, now you deserve better than this. Fuck. ここでまさかのエメットか。殺されたんだ。The killer. Oh, skinned his face. Clean cuts. Probably post-mortem. 死後にやられた。Lanning's badge.No one deserved it more than him. ともう一個。Neck wound. Deep. And his head is, oh God, it's barely hanging on. 切り裂かれたのかな。Lanning was tough, experienced. He wouldn't let a killer surprise him. It had to be someone he knew. え、なに、つまり何？
身近な人の犯行で、さらに写真、アニータ、また誰か壁の方向向いてね、立ってるやつ、殺される直前なのか。さあ、こっからこれどうする？電話してみる、奥さんに。どう？あ、出るんだ。I'm sorry. I shouldn't have called. I needed to hear your voice. Okay. Clearly something's happened. So just tell me, okay? You're starting to freak me out a bit. No. It's fine. It's just a bad feeling. But I'm better now. Really. Scout's honor? Scout's honor. I'll call you later. Bye. なにこれ、警察に言わなくていいの？で、さらに、まあ言っても無駄なんだけど、テープ、よし。友人の殺害。あ、この現場か。なんだあいつ、ここでやったんだ。で、これはさすがに、待ってね、オブジェクト、なんか利用できないかな。スコップ、あるとしたらスコップぐらい、これぐらい。 What were you doing here, Sheriff? This is no longer just a missing person case. あ、出た、よし。 Come on, Bullet. We gotta finish this. For Peter and for Lanning. 待ってね、これオフにして、shovel from the video. I'll get him for this, Lanny. I swear. そう、本作ね、主人公割となんていうの、あっさりしてんだよな。動じないし。Come on, buddy. Sniff. で、追跡か。犯人を追うんだ。何も見つかんない。いや、そっち行ってる。あっちですね。来いと、多分。そっちか。さあどうね、すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦断りにして、で、次回ですね、この犯人を追いに、あっちの道に進んでいきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと、ツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回、ブライビッチでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。